これって以上？カープ愛が支えた地元球団。パトカー横付け募金、そして驚異の視聴率とは。霊夢、広島に行って驚いたんだぜ。あら、マリサは広島に行ってきたのね。何に驚いたの？広島の人は、みんな赤い服を着ていたんだ。え？みんな？そうだぜ。帽子も赤だぜ。それは、もちろんあれでしょ。広島カープでしょ。そうなんだ。よくよく見たらカープファンばかり。マツダスタジアムへ試合を見に行く人たちだったんだ。そりゃあ、盛り上がっていたでしょうね。おお。カープファンの熱量がすごかったんだぜ。カープは広島の人たちから愛されているものね。他の球団とは違う歴史があるのよ。そうなのか？ホルモンの天ぷらより歴史があるのか？それ、何なの？広島名物の天ぷらだぜ。うまいんだぜ。天ぷらのことはわからないけど、カープのことなら話してあげられるわよ。本当か？あの熱量につながる歴史ってどんなものなんだ？カープのこと、知りたくなってきたんだぜ。オーケー、じゃあ野球好きのマリサにも、野球に詳しくない人にもわかりやすいように解説するわね。おう、ワクワクするんだぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。チリ不思議、発見。広島カープが誕生したのは、1949年よ。1949年って言うと、第二次世界大戦が終わったのが、1945年だわ。それって、広島に原爆が落とされた年だよな。その4年後に、もう球団が作られたのか？そうなの。原爆が投下された広島の被害は、話さなくてもわかるわよね。おう、原爆資料館に行ったこともあるしな。言葉にならないんだぜ。広島は、もう草も木も生えないと言われるほどの壊滅的被害だったわよね。そんな広島市に、球団を作ろうという動きが起きたの。きっかけは何だったんだ？プロ野球のリーグ拡張が決まったことよ。広島はもともと野球の名門校が多くて、学生野球で有名だったの。へえ、広島って元から野球が盛んだったんだな。そうなの。それでね、戦後の混乱の中だからこそ、復興の象徴として球団を作ることになったのよ。その頃はまだ楽しめる娯楽も少なかっただろうからな。みんな喜んだだろうな。そうなの。それで地元の新聞社や有力者が中心となって、市民球団、広島野球クラブが設立されたの。チーム名は、広島カープよ。カープって、どういう意味なんだ？え？マリサ知らないの？ああ、そうそう、あれだよな、恋のことよ。そうそう、恋だよな。なわけないでしょ、お魚の恋。池で泳いでる恋よ。でへ、ごめんごめん。で、カープにはどんな由来があるんだ？いくつかあって、まず広島にある太田川が恋の産地なの。それから、原爆で焼け落ちた広島城が、離城と呼ばれていたのよ。恋は出世魚と言われているしね。恋のぼりが泳ぐ姿も晴れ晴れしいよな。カープって名前は球団の成長を願って付けられたんだな。そして1949年11月に正式にリーグ参加の承認を受けて、カープが誕生したの。広島カープ爆誕おめでとうだぜ。広島の人たち嬉しかっただろうな。そうよね、地元にできた球団は市民の希望だったと思うわ。初代監督は、広島出身の石本修一監督よ。石本監督は、郷里の球団で活躍したいと自ら監督を名乗り出たのですって。嬉しい名乗りなんだぜ。翌年の1950年にはチーム結成披露式を行って、ファン1万人を集めたそうよ。いきなりそんなに人が集まるなんて、最初からすごい人気だったんだな。出だし順調だぜ。それがね、そうでもなかったのよ。そうでもなかった、とは？ズバリお金がなかったの。カープ、貧乏だったのか？そうなの。市民球団として設立した当時、広島県、広島市、呉市と地元のスポンサー企業や後援会から資金集めをしたの。けれど、資金繰りはすぐに苦しくなったわ。おやおや、雲行きが怪しいんだぜ。当初2500万円を予定していた資本金は、1950年4月の時点で、わずか600万円しかなかったの。やばいな。そんなんでやっていけるのか？難しいわよね。当時試合の入場料から得た収入は、勝ったチームに7割、負けたチームに3割配分する決まりだったの。勝てば7割入ってくるんだな。カープは強かったのか。全然。それどころか初年度はチーム最下位。負けたら3割しか入らないじゃん。もちろんよ。見込んでいた入場料収入は、カープの成績に比例して落ち込んじゃったの。至れり尽くせりだな。踏んだり蹴ったりね。カープは大丈夫なのか？大丈夫じゃないわよ。選手へのお給料の支払いが遅れたり、購入した野球道具の料金が支払えなかったりしたらしいわ。おいおい、セリーグの球団だよな。そうよ。そのセリーグへの加盟金の捻出にも困っていたそうよ。だいぶやばいな。球団は当時のことぶきや、今のサントリーに親会社になってもらえないかってお願いをしたの。
どうだった？まとまりかけたんだけど、土壇場で流れたわ。他にも、日本専売公社や朝日ビールにも呼びかけたんだけど、全部ダメだったの。ますますやばいな。ついには選手のお給料や合宿費が払えなくて、練習場の確保も困難になったわ。自主練習には合宿所の裏山を使っていたそうよ。裏山って、トトロが出てきそうだぜ。甲子園で行われる準公式トーナメント大会の遠征費も出せない状態だったの。まさか広島から歩いて行ったとか。さすがに鉄道で行ったわよ。でも当時の助監督は歩いてでも行けるって本気で話していたそうよ。いやいや、交通費が出てよかったぜ。でもね、旅館代は出せなかったの。選手は甲子園のアルプススタンド下の薄暗い部屋で雑魚寝したらしいわ。泣けてくるんだぜ。厳しい状況で監督はじめ選手たちはカープのために頑張ったんだな。ところがね、財政難が解消されないことで、カープの球団社長や役員が1950年3月に、セリーグ連盟に呼び出されちゃったの。なんて言われたんだ？プロ野球は金がない者がやるものではない、早急に身売りしてはどうか、って、詰め寄られたんだって。怖っ。選手はあんだけ頑張ってるのにな。カープの役員はなんとかしなくちゃって役員会を開いたの。そして、当時下関市にチームがあった太陽との合併を決めようとしたの。身売り決定か？それがね、その話を聞きつけたファンが、役員会が開かれてる旅館に押し寄せてきたの。そして、頼むからカープをなくさないでくれって懇願したんですって。またまた泣けるんだぜ。ファンの願いは通ったのか？ファンの必死の願いを重く受け止めた石本監督たちが役員を説得してくれて、合併は保留になったわ。よかったぜ。で、お金はどうするんだ？そこはね、石本監督がめっちゃ頑張ったのよ。ほう、どんな風にだ？地元の新聞を通して、今このカープを潰せば、日本に二度とこのような強度チームを見ることはできない。私も頑張るから、県民も協力してカープを育ててほしい、って呼びかけたの。YouTube も X もなかった時代だからな。かっこいいぜ、石本監督。それから、カープの後援会設立を広く呼びかけたの。するとね、入会したいって人が後を絶たなかったのよ。みんな、カープを手放さないために必死だったんだな。そうね。後援会のために、子供はなけなしの小遣いを、大人は酒代やタバコ代を削ってお金を出したらしいわ。すごいな。私だったらご飯代、削れるかな。おやつのアイス代なら、なんとか我慢できる、かなぁ。マリサはちょっとくらい我慢した方がいいかもね。でも、そのくらい、広島の人たちにとってカープは大切だったのよ。アイス代を削ることを思うと身に染みてわかるぜ。それだけじゃないわ。警察までもが各所から募った支援金を、球場へパトカーを横付けして届けに来たのよ。そりゃ、市民もびっくりだぜ。私たちのチームを潰すなって純粋な思いが染みてくるわよね。しみしみだぜ。石本監督は、シーズン中も広島県内を回ったり、新聞の投稿で訴えを続けたのよ。試合後の選手を連れて講演会をしたり、歌を歌ったり、カープグッズを売ったりして、支援を呼びかけたのですって。それって、ファンミーティングじゃないか。グッズ販売まで、推し活って燃えるんだぜ。この時期ね、ファンの活動の象徴となったのが、タル募金よ。タル募金って、どういうものなんだ？球場前に酒樽を置いて、練習や試合を見に来た人が募金できるようにしたの。酒樽って、お酒が入ってた樽に募金を入れるのか？募金は1日でおよそ3万円から6万円、多い時で10万円を超すこともあったそうよ。大卒公務員の初任給が5500円の時代よ。募金の額、大金なんだぜ。ファンの人たちは、チームの成績が振るわなくても球場に通って、入場料とは別に募金を続けたんですって。涙ぐましいんだぜ。この時って戦後から5年目だろ？まだ大変だっただろうに、本当にカープのことが大好きだったんだな。確かに。そして頑張ってくれた石本監督の努力の賜物よね。7月に正式に後援会が発足した時には、1万3000人の会員がいたの。そして集まったお金は目標額の400万円を突破して、年末には球団の存続が正式に決定したの。よかったんだぜ。貧乏なカープだけど、選手はちゃんと練習できていたのか？初年度は最下位って聞いたような気がするけど。残念ながらそうなの。開幕戦での西日本パイレーツとの公式戦初試合では、5対6で負け。1点差は悔しいな。次の国鉄戦では打線が頑張って16対1と球団初勝利を飾ったわ。お、やるじゃん。だけど、その後13連敗もあったりして、シーズン再開。しかも、優勝した松竹ロビンスとは、なんと59ゲーム差。59ゲーム差、聞いたことがないぜ。プロ野球史上他にないわよね。勝率は2割くぶくりんで、両リーグで唯一3割に到達できなかったの。悔しい。けど選手は頑張ったんだよな。
それからの成績はどうだったんだ？球団創立1年目から1967年までの18年、連続 B クラスだったわ。これって当時の日本記録で、現在でもセリーグワースト記録なの。やってくれたんだぜ。ファンはこの時期のことを、暗黒時代と呼んでいるわ。闇落ちしてるんだぜ。でもね、マリサ、1968年には初の A クラス入りを果たしたの。19年もかかったのか。ファンは喜んだだろうな。長年待ち望んでたでしょうからね。嬉しかったと思うわ。そこから一気に駆け上がったのか？それが、もう一度落っこちて。いやいや、落ちるんかい。回をうろついた後に、3年連続最下位が続いた翌年の1975年、初のリーグ優勝を果たしたのよ。感動だぜー。球団創設から25年だよな。ファンの悲願達成だぜ。そうなの。試合が行われた後楽園球場では優勝が決まった瞬間、広島ファンの歓声で埋め尽くされて、地鳴りのような音が響き渡ったそうよ。お腹の底からの感動の声だな。なんせ一時は太陽が西から昇ってもカープは優勝できない、なんて言われていたんですもの。マジレスは罪なんだぜ。祝賀パレードはやったのか？もちろん、平和大通りで行われた優勝パレードでは、ファン約30万人を集めたわ。ここからカープは黄金期を迎えるの。1979年は本拠地で初のリーグ制覇。広島市民球場での1位決定、盛り上がっただろうな。続く日本シリーズでは近鉄バファローズを4勝3敗で下して、悲願の日本一を達成したわ。きっとまたファンの地鳴りが響いたな。翌年の1980年は、2位以下に大差をつけて球団初の連覇を達成。そして日本シリーズも2連覇したの。本拠地での初の日本一達成だったわ。夢のようだな。カープファンの結束が、一層強まったに違いないぜ。その後も、1984年に4度目のリーグ優勝と3度目の日本一、1986年に5度目のリーグ優勝、1991年に6度目のリーグ優勝を果たしたの。快進撃なんだぜ。そうなの。初優勝から1990年代後半までは、赤ヘル黄金時代と呼ばれているわ。暗黒時代の後に来た黄金時代、盛り上がること間違いないな。だけどねー、そこからまた低迷しちゃって。そんなの大丈夫だぜ。頑張ればすぐまた優勝できるぜ。で、次に優勝したのは、いつなんだ？2016年よ。24年もかかったのか？そうなの。ファンは耐え続けたんだな。2016年の優勝をどんだけ待ち望んでいただろうな。そりゃあ、60.3%、71.0% だもの。霊夢何のことを言ってるんだ？2016年の優勝がかかった試合、東京ドームでの巨人対広島戦の、テレビ生中継の視聴率よ。広島地区での平均視聴率が 60.3%、瞬間最高視聴率が 71.0% だったの。その数字、えぐいな。ちなみに関東地区では 16.8%。これでもなかなかの視聴率よ。そうだよな。カープファン、異常だぜ。こんな視聴率、見たことないぜ。ここまで来ると、広島地区で見てなかった人はどうして？って気持ちになってしまうよな。そうかも。この視聴率からも、広島の人たちの一体感が伝わってくるわね。そしてここからカープは3年連続リーグ優勝したのよ。強いカープ復活だな。歓喜に沸く広島の人たちが目に浮かぶぜ。カープには熱心なファンが多いけど、選手の人気もすごいんだろうな。そうね、カープには魅力的な選手がたくさんいるわ。とてもみんなを紹介できないけれど、歴代の選手で一人挙げるとすれば、山本浩二かな。1969年から1986年まで在籍した中で、MVP 4回、ベストナイン14回、ゴールデンクラブ賞10回を受賞したの。広島出身で、打撃力と守備力がトップクラスなのよ。広島出身なんだな。カープファンにはそこもツボだよな。チームのキャプテンとしても、広島カープを複数回のリーグ優勝と日本一に導いたの。ミスター赤ヘルと呼ばれていたのよ。引退試合では多くのファンが涙を流しながら彼の功績を称えたらしいわ。ミスター赤ヘルに感謝なんだぜ。他には、2215試合連続出場の世界記録を持つ鉄人、キムガササチオ。1970年代に活躍した名投手、江夏豊。1990年代から2000年代にかけて活躍した打者、前田智則。2000年代に活躍し、メジャーリーグでも成功を収めた投手、黒田博樹。みんなカープの顔として超人気だった選手よ。それから2000年代から2010年代にかけて活躍した打者、新井貴浩。一度阪神に移籍したけどカープに戻ってきて人気を集めたの。どこかで聞いたような。それって今のカープの監督じゃないのか？その通りよ。そうか、新井監督、期待してるんだぜ。現役選手では、守備の名手として知られる二塁手の菊池陽介。
もちろん他にも、魅力的な選手はたくさんいるわ。どうしてカープの選手は、こんなにファンから愛されてるんだ？それはねえ、カープは他の球団に比べてお金がなかったじゃない？おう、思いっきり貧乏だったよな。それって、選手集めにも影響するわよね。もしかして FA か？そうなの。カープは他球団より高額な年俸で有名選手を獲得できないどころか、カープの選手を取られ放題だったの。ええ？じゃあ、カープには強い選手がいなくなってしまうじゃないか。そうなのよ。でもね、そこもカープファンの心を捉えるポイントなの。ん？ポイントとは？つまりカープの選手は、自前で育て上げた選手がほとんどってことなの。例えば、2016年に24年ぶりに優勝した東京ドームでの試合だけど、あの試合のレギュラーの全ての選手が、カープがドラフトで獲得した選手だったの。自前で見つけて育てた選手で優勝したのか。ファンはそれをよくわかってるんだな。そうなのよ。他のチームには真似できない、これぞカープの王道だって、誇らしいのよね。ファンの選手愛が強いわけが、よくわかったんだぜ。ところで、マツダズームズームスタジアム広島の前は、別の球場がカープの本拠地だったんだよな。そう、旧広島市民球場ね。この動画でも話をしたよな。マリサよく覚えていたわね。動画では他にも過去に活躍していた野球場の、その後を知ることができるわ。要チェックなんだぜ。旧広島市民球場は、1957年から2009年までカープの本拠地だったの。じゃあ、その前はどこがホームグラウンドだったんだ？初代の本拠地球場は、広島市西区にある県営球技場よ。外野にも芝生は敷かれてなくて、フィールドは全面土。きちんとした観客席もなかったらしいわ。そんな球場でも試合を見に来る人はいたのかな？もちろんよ、いつもファンでいっぱいだったらしいわ。そして例のたる募金は、この球場で行われたの。歴史を感じるんだぜ。それから、ナイターが主流になり始めたこともあって、広島市が地元財界に寄付を募って、1957年に新しい球場を作ったの。中国地方初のナイター球場、それが初代の広島市民球場よ。ちゃんと観客席がある球場だな。そうよ。観客動員数も大幅に増加したわ。50年の長い間、カープの活躍を見守ってきた球場なんだな。ええ？でも老朽化して、収容人数も追いつかなくなって、新しい球場ができたの。それが、マツダスタジアムだな。その通り。広島市が持ってた旧東広島貨物駅のヤード跡地に建設されて、2009年春に完成したわ。収容人数は、3万3000人。グラウンド面積は1万2710平方メートルよ。マツダスタジアムって新幹線の車内からも見えるんだよな。めっちゃかっこいいんだぜ。スタジアムの中はどんな風なんだろう？マツダスタジアムではね、どのチケットを買った人でも、一回スタンド上にあるコンコースを、ぐるっと一周することができるの。内野や外野のいろんな角度からグラウンドを眺められるのよ。すごいな、眺め良さそうだな。コンコースにはスタジアムフードの売店がたくさん並んでいて、いろんなカープ飯が売られているの。スタジアムフード、カープ飯、魅力すぎる響きだぜ。落ち着きましょうか、マリサ。どんなカープ飯があるんだ？おすすめはいろいろあるんだけど、例えばカープうどん。旧市民球場の頃からあって、50年以上も歴史のあるお店よ。へえ、老舗なんだな。カープと共に歩いてきたんだな。一番人気メニューは、天ぷら、肉、狐のトッピングが全て乗った。カープうどん全部乗せよ。今すぐ食べたいんだぜ。他にもポテトや焼きそばからデザートまで、いろんなカープ飯の売店があるの。シーズンごとに、選手プロデュースのメニューも出るのよ。そりゃ、ファンにはたまらないな。いや、ファンじゃなくても、どんなメニューがあるのか今すぐ行って確かめたいんだぜ。どうしてマツダスタジアムのフードはこんなに魅力的なんだ？それはね、球場全体のグルメを一社が一括管理しているからなの。と、言うと？日本の多くの球場では、球場内に出店しているお店は、それぞれ別の会社でね。だからラーメンやカレーみたいな、よく売れるメニューばかり並んだりするの。おうおう、ありがちだな。一社が管理するマツダスタジアムでは、多種多様なお店があって、全体がショッピングセンターのフードコートみたいなのよ。球場でいろんな種類のフードを楽しめるなんて、最高だぜ。それに、食べながら観戦できるシートも充実しているのよ。シートが充実しているとは、どういうことだ？ 5から8人掛けの座席にテーブルがついて、飲食を楽しめるグループ席ってのがあるの。いくつかの種類のグループ席が内野側や外野側にあるのよ。ええー、球場の中にこんなシート席があるなんて楽しそうすぎる。でも大丈夫か？スタジアムが居酒屋かしないか？おほほ。そんなノリのカープファンもいるかもしれないわね。でも、とっても人気のシートらしいわよ。そうだろうな。テーブルを囲んでカープ飯を食べながらの観戦なんて、たまらないぜ。シートのユニークさはこれだけではないわ。バックネット裏エリアにある正面砂かぶり席や、内野席エリアの内野砂かぶり席、
外野席エリアにも砂かぶり席があるの。選手が近くから見られるんだな。これもファンにはありがたいんだぜ。外野エリアに寝そべり屋があったり、応援を存分に楽しむ人たちにはパフォーマンス席が用意されているわ。マツダスタジアム、ますますカープファンを引きつけること間違いなしだぜ。球場が新しくなって、増えたファンがいるの。どんなファンだと思う？綺麗な球場を喜ぶとしたら、女子だな。わかった、カープ女子だろ？おお、マリサ正解、ご飯の次に野球には強いのね。賢い私に対して失礼なんだぜ。あらごめんなさい。てか、カープ女子はマツダスタジアムの完成後に現れたのか？女性のファンは前からいたわ。カープには、レディースカープというファンクラブが昔からあるのよ。カープはずっと前から女子のファンを大切にしてきたんだな。そうなの。そこへマツダスタジアムができてさらにファン層が広がったの。うんうん。施設が綺麗なのとそうでないのでは女子受けが違うからな。トイレが綺麗だと嬉しいんだぜ。それにスタジアムは行くだけでも楽しいから、子連れのファミリーにも人気よ。カープ女子はマツダスタジアムにしかいないのか？それがね、首都圏にもカープ女子は多いの。神宮球場では2011年頃から対カープ戦が、対阪神戦や巨人戦をしのぐ混雑ぶりだわ。もちろん他の球場でもね。その中で、2014年頃に首都圏で行われた対カープ戦のビジター席は、3から4割が女性だったんですって。そうか。首都圏のカープ女子も、やっぱり憧れはマツダスタジアムなんだろうな。確かに。2014年に関東在住の女性を対象に、球団が東京から広島の往復の新幹線代を負担するというツアーを行ったの。太っ腹だな、カープ。その時、募集人数148人に対して、2305人の応募があったのよ。すごい倍率だぜ。みんなどんだけ広島に行きたかったんだ。カープ女子ってのは、いつ頃からいるんだ？カープ女子という言葉が初めて使われたのは2013年よ。翌年の2014年には流行語大賞にも選ばれたわ。話題になったんだな。なぜそんなに女子のファンが増えたのかな。理由はいろいろだと思うわ。堂林翔太や野村雄介みたいな爽やかイケメン選手が増えたことや、資金力で有力選手を集める球団が上位を占める中で、カープは自前で選手を育てるところが母性本能をくすぐる、とかね。なかなか深いな。それからチームカラーも魅力よね。わかるんだぜ。赤いユニフォームとかグッズって可愛いもんな。テンション上がるんだぜ。それは私もわかるわ。カープ女子は今も健在なのか？もちろんよ。特に熱心なファンは、恋カープ女子って呼ばれてるわ。マツダスタジアムの観客も10年前に比べて女子が増えて、最近の男女比はほぼ半々になったそうよ。そういえば、広島でコンビニに入ったら、カープ坊やのお菓子が売ってたぞ。かわいいわよね、カープ坊や。広島のコンビニやスーパーには、カープ坊やがパッケージについているものが、たくさん売られているのよね。確かに、そうだったぜ。広島は地元に少年野球チームがたくさんあるし、野球好きなら、きっとカープ戦を年に数回は見に行くんじゃないかしら。きっと子供の頃からいつもカープが身近にあるのね。だから、叩き上げのファンが広島にはたくさんいるんだろうな。他の球団とは背負っているものが違う、だから応援のしがいがある、とか、団結力が強くてカープファンとしての一体感が味わえる、とかいう熱い人たちが、とにかくたくさんいるものね。カープは市民球団だから、こんなにファンが熱いのかな。あら、カープは本当の意味で広島市民が所有する球団ではないわ。それはどういうことだ？設立当時は親会社を持っていなかったけれど、1967年に東洋工業、今の松田の社長が筆頭株主になって、広島東洋カープになったの。今もカープの株主は、ほとんどが松田や松田関連の企業や個人よ。じゃあ、なぜ市民球団って呼ばれてるんだ？それはね、戦後のタル募金のように市民がカープを救った歴史的な背景が大きいわ。特定の企業に全面依存せず経営を成り立たせている。って意味で、今も市民球団って呼ばれているのよ。ファンの後押しで発展してきたカープだからな。市民球団って呼び方はぴったりだよな。散々カープが貧乏だって話したけど、今はどうなんだ？大丈夫、1975年から連続で黒字よ。素晴らしいんだぜ。マツダスタジアムの稼働率が増えて、カープグッズの売れ行きも貢献しているわ。FA にバンバンお金を使わなかったことも、大きいだろうな。カープは、豊富な資金力の親会社はないけれど、独立採算制で独自路線を歩いてるのね。カープはやっぱり素敵なんだぜ。なんだか、応援したくなってきたな。2023年はリーグ2位だったよな。今年も頑張ってほしいんだぜ。あらマリサ、そんなこと言って、
次に北海道へ旅行したら日ハムファンに、福岡に行ったらホークスファンになったりしない？そんな気がしなくもない。でも、本物の広島のカープファンは絶対に揺らぐことはないだろうな。ファンが異常なほどにカープを愛しているのがよくわかったんだぜ。よかったわ。ところでマリサ、カープの応援では相手チームを貶めるようなことを言わないって知ってる？どういうことだ？応援するとき相手チームのことを、何々倒せ、っていうことがあるでしょ？おお、よく聞くな。カープの応援には、何々倒せ、というフレーズがないの。常にカープ頑張れ、勝つぞ、カープ、って味方チームへの応援しかないの。へえ、気づかなかったな。前向きで、すごいことだと思うぜ。そうでしょう？カープの応援の伝統らしいわ。その分、ファンから激しいヤジが飛んだりするかもしれないけどな。それもカープへの思いの熱さってことね。皆さんの中にも、カープファンはいるかしら？ぜひコメントで、カープ愛を語ってほしいわ。他のチームのファンの人も、うちのチームはもっとすごい、ってコメントもバンバン待ってるんだぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。また次のチリ不思議でお会いしましょう。チャンネル登録、コメント、いいねもよろしく。またね、チリ不思議。